よし。おお、T さんとか一人協力者がいるってことでしょ。おっ、これはとりあえずみんなここにおるんじゃないかな。ちょっと経験が浅いからどうやって食べていったらいいかが分かんないけど、みんな多分このルートで来るから、これでレレさんやっちゃったか。みんな何もしないな。おい、動けよ、動いてくれよ、ちょっとちゃんと。くっそ、ここでだって俺が行かないと怪しまれるでしょ。まあ、とりあえずここで行っといて、で D さんとかがそこにいるから、で D さんとお徳ちゃんがそこか、お徳ちゃん来るか、そこ2人でしょ。で俺もちょっとこれを見とくふりするか、あれして、お徳ちゃんこれ1人食っていいんじゃないかな。これなんとか助かった。レイザさんとレレイさんとね、オッケー。これだったら多分バレないんじゃないかな。で、レレイさんで、レイザさん、レレイさんにずっとついていくふりしとこう。で、ネットさんそこね。え、いい感じじゃない？めっちゃ。で、レレイさんはここで証明してるから、ノピさんとレレイさんね、オッケー。そこにいるよ、ディーちゃん。でも、シウサさん。大丈夫かな。それは。ラピさん、間に合わなかった。ごめん。ね？え？すごい。え？なこれ？食べられすぎだ。モシウサさんがアウさんを見つけた瞬間にモシウサさんが殺されて、はいはい。でやりましたね。まあ、ダブキル。ああ、そういうことですか。ダブキルか。なるほどなるほど。ダブキルってこと。ダブキルというか、違う、タイガーシーの上に、いや、てか普通にアウさんの死体がどっかにまずあって、それをモシウサさんがレポートしたんだけど、その瞬間にもう一人の狼に壊れたんだから。そういう感じだろう。じゃあ、もう一人、もう一人か分かんない。はいはい、ヌイジョさんとノピさんと俺はずっと一緒にいたんで、そうね、ヌイジョさんとノピさんと、うん、と、ザパンダずっと一緒にいたから、右下の方、どこだ。そうっすね、最後一緒。え、レレさんいなくないですか。いや、俺はレレさんとノピさんと D さんとずっといましたよ。ね、D さん、アウさんマジ直前のキルのはずで、ストレージの右下のゴミ捨てやってて、で、誰いたっけな、二塁さんいなかったっけ、そこ。二塁さんいた。僕も一緒にいました。だよね、二塁さんと、そう、僕とアウさんとがいたはずなんで、うん、割とレレイさん熱いのかなって。あ、ロピモアさんもいたんすか。アウさんいました、アウさんいました、ストレージしたの。アウさんもいたんです。僕はだってまだナビゲーションの方から下に流れていくだけでしたもんね、一緒に。うん、うん、ずっといたって言っても別にあれですよね、そのずっと密着してずっと見てたわけじゃないですよね。いや、パン君はほぼ、ほぼずっと一緒にいた。あ、でもなんか、ロキさん俺のこと多分殺そうとしましたね、あれは。違う。でも、それに言うと、なんか、私、ストレージの右下のゴミ捨てのとこ、私、もともとやってて、その後、二塁さんが来て、私、終わって、コミュニケーションの中のタスクやってたら、停電になって、で、通路、コミュニケーションの上の通路でパン君とすれ違ったんですけど、パン君怖いからって言って、私シールドの方行ったんですよ。はいはいはい。だけど、パン君とノピさんがいたのかな、は、ストレージ方面に行ったのは知ってるんですよね。うんうん、左中で。そう、だから直前のキルでストレージって言われたら、うん、うん、ってなっちゃう。あ、巨人ですか、それ。じゃあ、ヌイジョ。あ、でも、じゃあ、これ、ヌイジョさん巨人で。だって今だって。あれ、さんどこいました？ディーさんは？僕は最後アドミンのやつ、ハッと上のお手紙を運ぶやつ。ちょっと B やりますわ。一回みんなスキップしてもらって、はい、了解です。はい、置きましょう。そうですね、もう一回。ニューリさん、え、何？いや、入れられてる。嘘、なんで。ちょっとやめてよ。なんでいつも入れられないといけないんだよ。とりあえず俺がボタン押すか、誰かがボタン押すかで、そっか、これの間に、あ、
なことするの。はい。はい。はいはい。もうちょっと傾く。はい。はい。じゃあちょっとお話し合いで、はい。ルートさんどこいました最後。僕最後ストレージいたんですけど。ストレージ、うん、はいはいはい。ただ、その下は、下までは見てないんですよ。あでも、レレイ、そのレレイさんは、その、うん、うん、ですね、モモアさんを見たんですよね、多分下で。うん、アウさんいたはず、下に。ちょっとね、わかんないですけど、それはちょっと見てないんで、僕も。うん、うん。あの、ガソリンのところのタスクを、多分、レレイさんとニュレイさんとすれ違わなかったんですかね。多分、レレイさんとニュレイさんが左側に来てるときに、多分レディさんが先に来て、その後、ユーリさんが来た時に、僕はタスクをやってたんで。うんうん。青さんの試合見てないですけど、わからんですね、なんで。うん。で、これ、おとくちゃんと、もしゅうささんが死んでるのって左側ですか、おとくさんみたいな。もしゅうささんは見てないですね、一回も。最初はこれ、うん、アドミン見てて。おとくちゃんは見てない。というより、俺、青さんも見てないですけどね。え、アウさんはね、ずっとナビゲーションとかシールドあたりにいたんすよ。ナビゲーションとすれ違ってて、で、その後パン君とずっと一緒にいたって感じ。え、パン君で最初は右側にいて、アウさんちゃんたちは多分左にいるんですよね。一回回るのに。そうだよね。アウさんとコマシュルさんのスタイル位置って同じ場所になるんで、さっきのレポートの感じで。うん。だから多分2人ストレージだと思いますよ。レレイさんとニュルイさんって一緒にいたじゃないですか。うん、いました、いました。で、レレイさんは、うん、でもストレージの方から来ましたよね、一緒に。うん、そうですね、ストレージのゴミ捨てやったらへんで、一緒になって、僕はゴミ捨て終わった後、配線の方に行ったんですよね、上の、ストレージ上の。はいはいはい。うん。なんで、最終目撃場所に、ニュルイさんがいたのが、そのストレージのゴミ捨てっていう話です。うん、で、僕、そのストレージ。アウさんはどこであったんですか？アウさんも、その直前に、ゴミ捨てらへんにいて、うん、あ、そうそう、うん、じゃあ、ニルエさん見てないですか？いや、見てないっす。記憶してないやったら話し合ってないですけど、あれと思って。確かそこにいたの、でも、ヌイジョさんっすよ。ヌイジョさんは、コミュニケーションにいたんですよ。停電する前ですよ、いたの。停電する前、まあ、うん。いや、ニルエさん目線、絶対アオさん見えてると思いますよ、さっきの。本当っすか、ちょっと、ごめんなさい、覚えてないっすよ、アオさん。音が見えてるってことは、見えてるはずなんで。うん。なんか、そこの意見の食い違いめっちゃ気になるんですけど、僕も。いや、俺でも見てないんですよね、アウさん。俺もストレージ行きました。そう、俺もアウさん。俺覚えてないけど。ちょっと、誰か教えてもらいますか、ちょっと。はいはいはい。すいません。はい。わかんない。結構いい感じじゃない？意外と。あ、今やばい。パン君がいるでしょう。なんか俺さ、パン君が味方な気がするんですよね。こっちからは分かんないでしょ。で、あそこにパン君でしょ。パン君はね、やったらいけない気がするんですよ。ああ、押した。はい、押しますか。はい。はい、もう白取りに来ました、ね。ちょっと待ってください。そうですね。ずるいなぁ。これ、うん、どういうことかよくわかんないですけど、はい、のぴさんも一緒に行ってみてな、はい。いや、俺は、コミュニケーションとストレージの、その、境目を行き来してたんですよ。コミュニケーションとストレージ。要は、パン君がもしかしたら人狼かなと思って、ヌイジョさんが死ぬんちゃうかなと思ったんで、はいはい、で、そっちをチラチラ見てて、うんうん、まあ、一瞬、その、ニュルイさん、の姿も見たっていうぐらいで、うんうん、あとは見てないんですよね、僕。だから、モモアさんいたっけなみたいな感じ。そう、見ないですよ、うん。見てないって言っても、あの、アウさん僕見たの、右下のストレージのゴミ捨てなんで、アウ、あの、右下まで行ってないんだったら見えないはずです、普通に。右下で死んでる可能性が高いんで。右下の角までは行ってないですね。通路で。だったら別に見えてないのは不自然ではないのかなと思っています。なるほど。そう。僕もその、あれ、なんか、むしろ、ニュルイさんが見えてないのが、僕目線結構、違和感が。そう、申し訳ないですけどね、見えてないんだか覚えてないんだか分かんないですよ、僕。ごめんなさい。ああ、そうね。うん。でも誰かがいたのは覚えてるんですね。ヌイジョさんとレレイさんはいました。あと D さん。ヌイジョさんはだっていないですよ。ヌイジョさんは、いないの？ヌイジョさんはコミュニケーションズにいるから。
違います。ヌイジョさんじゃなくてアウさんだったってことですか。じゃあ一人はね、いたんすよ、その右下の方に、ゴミ捨てに。うん。あ、じゃあ、あれ、ヌイジョさんか。あ、じゃあ、ヌイジョさんなんだ。はい、あ、ヌイジョさんじゃない、アウさんなんだ。あれって、停電一回、最後の方で入ったじゃないですか。うん。うん、はい。停電終わった後に、モモアウさんって生きてたのを見たんすかね、誰か。うん、そうですね。いや、もう、まず見てた。直近です、直近です。直近なので、ほぼ僕か、ニルイさんが、いるぐらいの勢いだとは思う。じゃあ、もう、そこ、ネレイさんかニルイさんの話になりますよね。うん、そうだ。俺はでも、そうね。D さん。多分、メレイさんだと思いますけどね。メレイさんと D さんと。うん。どうします？いや、確かに、いや、僕、なんか、レレイさんの話、そこで、なんですかね、ニューイさんの結構ごまかし方が。うん。ね、これアウさんとニューイズさんを見間違えるって思ったんですよ。いや、そう、ごめんなさい。それはちょっと普通に見間違いみたいです。うんうん、これ、釣ったらどうなります？釣ったら、ヒントが残ってたら、メレイさんとニューイさん、どっちかわかんなくて。釣らないと、狂人が生きてた場合負けるんで、次一球が。あ、なるほど。じゃあ僕はいいです。僕もそうですね。僕もユリさん釣りたいですね、これやったら。僕釣るんすか？でも私、ユリさんじゃないと思うんだけど。うん、あ、でも、ワンワンだ。あ、どうしたい？入れてきたね、狂人合わせて。あ、なるほど、そういうことか。あ、これダメなんだ。へぇ。はい、ボタン。押します？いいぞ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 。え、結構いい感じに流れてるんじゃないか。それでさ、またうんこれやって、え、で、え、そっちなの。あ、そっちなんだ。ごめん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 、そっちなんだ。うわわわわわ、待て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 、どこだ、下っ側、これどっち、どこだ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 、あっち。ああ、解除してくれた。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。入ってなかった。はい、ありがとうございます。はい、一応押しとこうかなと思って。はい。じゃあ、レレさんに3票入れたの誰ですか？レレさんに？僕はちなみに投票してないです。なるほど。あ、してない。ほう。うん。僕とニルイさんが3票3票だったんで、じゃあ僕に入れた人誰ですか？まず。名乗り出ないんだったら、人外が。はい。え、じゃあ逆にニルイさん入れた人は？はい、入れて。あ、僕に入れました。ルートです。もう4人いるんよ、その時点で。ちなみに私が入れた理由は、二類さんだとは思ってないけど、みんなが二類さんに入れる流れだなと思って入れました。ちょっと、うわ、ちょっとレレさんか、それ俺どっちか選ぶんだったら俺を見殺しにしてるってことでしょ。この野郎、ローラーするんかなと思ったの。俺からじゃなくてもいいじゃないですか。そしたら僕も完全にネルイさんがなんか怪しいなって。ちょっと待ってよ、なんでだよ。やめてよ。焦ってる感じが。いや、でも俺は結構焦ってねえよ。直前の直前にネルイさんに会ったんで、俺が近くチラチラしてる状況で殺すかなっていうのがあったから、ネルイさん違うんじゃないかなってちょっと思って悩んでたら投票ができなかったって感じなんですけど。結構人いた。じゃあもう一回言いましょうよ、これ。え、いや、ネルイさんはするんですけれど、とりあえず、まあそうですね、うん、僕に誰も入れてないって言うんですもんね。そうですね、それもなんかそんなわけない。なんでって。あ、僕レレイさんに言いました。3人だから。あ、パン君、うん、はい、パン君がレレイさん、パン君人狼やじゃ。パン君と最後の釣り催促がなんか、ただ7人いたら、あれ票合わせできるのか。だから票合わせは1人殺せばできるけど、まあ狂人なんかそれが、まあ、死んでる可能性あるけどね。っていうか、あの狂人狼分かってるんで、あの狼じゃない方に入れるんですよ、さっきの回って。絶対に狂人は、だから3票狼の2票と狂人の1票で3票集まるんで、僕か二類さんに絶対狼がいるんですけれど、僕に入れたっていう人が誰も出てこなかった時点で人外の人が僕に入れてるんで、あー、すげえ、でも俺、はい、俺リア強だから。じゃあ他に、なんでリア強って。なんで言うんだよ、カミングアウトかよ。だだ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 だ、はい。だでんだ。だだ。だだ。だだ。そうだね。パン君までは人狼なんじゃないからだから。ああ。でも俺なのぴさんとずっと一緒にいましたよ。うん。まあ、さっきのキルにはパンよ絶対してないんで、まあ、パン君は。最初ダブキルだ。ダブキルっていうか最初早い段階で。まあ強人の可能性はあるのか、じゃあ。うん。ああ、俺か。おお、よっ。また誰か。人狼二人か。合ってますよ。ゆりさん。すいません。どうだろう。
ジでさ、もう、ニュイさん。こっちにあるの。へぇ。すごいっすね。なんで、なんで、初手。初手マジで初手こんにちはしたところでやらないでください。俺、誰やりましたっけ、最初。最初自分ですよ。あ、おとくちゃんか。いや、違う、だって、ゲイさんがさ、思いっきりやっちまうからさ。うん、あれはそれは俺だ。そうだから誰か俺誰とやったか分かんなかったんですよ。だからじゃあその前にね、このセキュリティの横の通路で二塁さんにすぐ殺されたんですよ。そう、もう誰がみんな通っていってるからこれはやらないとと思って。あ、これもうミュートになるんだ。え、めあレレイさん、あレレイさんが死ん、レレイさんが上の指紋で死んでましたね。え、あこれなら全然。上のどこですか。上の指紋、指紋？ああ、上、ああ、指紋認証、指紋認証。はいはいはい。だから多分、弁当の中にいたんかな。あ、そうですね。え、2人残ってるんですか、これ、じゃあ。ああ、なるほど、じゃあこれ。ここでレレイさんキルしなくないですか。え？どういうこと？どういうことですか。あ、ダブキルしようとしてたと。そう、ダブキルしようとしてたんじゃないですか。え、違う。ああ、なるほど。え、違うの？ダブキルする、いやいや、する意味はないですよ、ここ。ここでレレイさん殺す必要なくないですか。いや、2人残ってたらダブキルしてれば。2人残ってたらダブキルってことになるかな。え、でもダブキルだったらダブキルミスったんかな。そしたらレレイさんにも二塁さんにも人狼じゃなかったって言ったの。え、でもそれだったらレレイさんと今誰かが一緒にいて殺したってこと。 D さんはちゃんと私今アッパーでネイジさんと会ってるから、あれを直しに行こうとしてますね。プープーってやつを。うん、アッパーであって、ダクトでは可能性あります。で、カエテリにパンクいたのは見てるし、で、ごめんなさい、一ついいですか？はい、はい。ルートさん、ダクト使いましたよね。え、使ってないですよ。いや、私、はいはい、ゲーム始まってすぐに、はいはいはい、ナビゲーションタスクまで直行したんですよ。ナビゲーション、うん、はい、そうですね。うん。で、誰ともすれ違ってないのにナビゲーションの中からルートさん出てきたんですよね。しかもダクトの上から。え？あら。違う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 。違う違う違う。本当にそれは多分、見間違いですよ。僕もヌイズさん一番右にいたの。まあ、そう、右にいたのは見てますし。うん。僕も、そうで、まあでもやっぱルートさんといえばダクト見られる説はよくあるんで。ただ、一ついいですか？ヌイズさん途中で僕一緒に行ってたじゃないですか。はい、せたかな。最後の一番左のリアクターの時。はい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 。で、あの時に僕一緒に行ってて、で、殺してから戻ってまた一緒に行くって無理ですよ。ああ、最後。そう、最後。いた気が。一緒にいましたよ。はい。そこはね、僕はちょっとうろ覚えやったんで、いたかもしれない。最後って今の最後ですか？今の最後、はい、今です。でも2人残ってる説あるんで、僕目線パン君、ヌイジョさん違うんで D さん、ルートさんかなとは思ってますけどね。あれよ、ここまで。ちょっと待って、それはちょっと待って、やばい、これはマジで本当にやばい。あ、え、どんぐらいやばい。やばい、本当に僕のバカ音くらいやばい。やばいよ。ヤバいよが遺言で死んできた。ってことはあれか。なんでヌイズさん。これね、マジでね。ヌイズさんがじゃあ強人か。うん。ヌイズさん強人だと思うよ。なるほど。ヌイズさんなんだ。俺ノピさんだと思ってたんですよね。僕はノピさんだと思ってたんですよ。ヌイズさんなんだ。なんで俺かばってくれなかったの。最後2票しかあっちに行かなかったのに。マジかよ。あれはしょうがないでしょ。そういう場面だったから。嘘ったるやん。なんか、二塁さんかばってる感じ、ヌイジョさんだな。おー、ヌイジョさんか。なるほどね、確かに確かに。なんでこんな回になってるの。僕、ノピさんが強人かと思ったわ。ちょっとどうだったんだ。この状況ちょっと辛そうだな、これ何人だよ。え、多分もう狼の勝ちですよ、これ。あ、本当に。うん。あ、ほど。レレイさんが行ってるみたいな。おー、押した。あと一人噛めばいいのか、じゃあこれ。はい。誰だこれ。はい、まあでも一人は連れてるって言っていいですよね。ルートさんで連れてたのかルートさんで連れたのかは分かんないですけど、でルートさん1ターン目の話ちょっと D さんの話あの時全然 D さん喋ってなかったんで聞きたいんですけど、そう、僕あんまりヌルイさん最初は左のリアクターでうろうろしてからあんま人と出会ってないんですよね。で最後アドミンで一人でもバイバイやってたんで喋ることがなくて、
なるほど。いや、一旦目のことを考えたら、さっき言ったみたいに、ヌイジョさん、パン君、僕結構固まってたんで、はいはいはい。消去法で言ったら、まあ、怪しいかなと思うんですよね、D さん。で、発言がなかったのに何してたんかな、みたいな感じだったんですけど。うん、そうですね。これ、多分。いかなくて。急に。市民側はスキップ入れないとまずいですよね。ん？市民側はスキップ入れないとまずいですよね、多分。巨人が1枚残ってるんだったら、人狼と合わせて。うん、来るから、うん、市民2枚は多分スキップってなのかな。でも強人1に人狼1残ってたら多分2-2で試合を、うん、負け、いや終わんない、終わんない、あ終わんないのか、終わんないと思うから、うん、あ強人は別に人狼の壁にはカウントされないから、あそうなんですね、だから多分そこで票を合わせられたら多分市民負けちゃうから、強人死んでる説もあるんですよね、ありますね。インポスターからわかんないですよね。あ、そうか。おー、本当だ、これ勝ったもん。インポスターがもう殺しちゃってる可能性もあるんで。ヌイジョさんとだから D さんが合わせればいいのか。でも二人狼はありえないんですよね。二人狼はありえないですね。だってキルして終わりだから。だからこれどう、あれやったとしても、ヌイジョさんと、ダブキルかどうかわかんないけど、ハン君に票を合わせれば勝ちなのか。ヌイジョさんなるほどね。殺して、あ、違う、それが、そっか。アウさんのキルがニルイさんだったとしたら、うん、別で D さんが殺してるってこと、そうそうそう、あじゃあ D さん多分左側ですよね、右側にヌイジョさんいたんで、うん、無理じゃないかなと思うんですけどね、あそうかそうか、左のフォーカス、うん、じゃあ D さん釣りで終わりなのか、 D さん釣りで終わればいいけどなって感じですけど終わればいいけどね、終わらなかったらきついですね、これスキップってのはなしなんですかね、スキップありだけど多分みんなでやもいいけど、やっていくしか多分、うん、一人決めさせて、キルクール上がったら終わりですよね。そうです。なるほど。パン君は絶対ないと思うんで。やっちゃったわ。え、これやばくない？あれ？これダメじゃない？ん？あ。やっちゃったかどうか。だよね。あ、よかった。あだれ強人だれ、強人俺だよ、あそうなんだ、お得ちゃんなんだ、なるほど、ヌイジョさん強人だと思ってた、ヌイジョさん強人なんじゃ、ヌイジョさん強人だと思った、違う違う違う、え強人だれですか、俺だよ、お得だよ、あそうなんだ、俺じゃあお得ちゃん食っちゃったんだ